はい、緊急で回してるんですけども。はい、この度、はい。令和6年度 NHK 新人お笑い大賞決勝進出しました。やったー。これは激アツ。はい、ね、はい、嬉しい。めっちゃ嬉しい。嬉しいんですけど。すごいですよ。ちょっと待ってください。はい、嬉しいんですけど。嬉しいですね。嬉しいですよ。一応2、3年前ぐらいの、はい、上方漫才コンテストね、はい、決勝進出させていただいて、はい、以来の、まあ、NHK のあれから2年ぐらい経ちまして、うん、そうですね、成長著しい。そうですね、はい、今回ね、全国版といいますか、東京からと大阪からが選出されてまして、うん、8組、うん、はい、8組中に食い込んだというのは、まあ、はい、ちょっとメンバー覚えてはいないけど、はいはいはい、熾烈という印象ですね。いや、メンバーね、やっぱりそうですね、熾烈な戦いにはなるでしょうけども、ただ、はい、おもろくなってんはお前らだけちゃうぞ、うん、まあまあ、俺らもおもろなってんぞ、うん、な、はい、あの頃と一緒にすんなよ、はい、ですほんま。何が何が何が、でもほんま嬉しい。でもやっぱりね、あの、ま、前決勝、上方漫才コンテストとか、はい、決勝進出させてもうた時は、はい、漫才初めてやるやん、あの時、はい、テレビでね、うん、そうで、めっちゃ緊張したし、緊張した、正直、はい、まあ嬉しかったし、うん、とりあえずテレビで漫才できるっていうのは嬉しかった。まあまあね、ネタをするっていうのがね、でまあテレビでも緊張して、はい、でもやっぱそのちゃんと優勝の狙えてなかったなっていう。まあ確かにそれはある。 あの時の私たちはそう浮ついた気持ちで、はい、うん、でまあ緊張し倒して、うん、腹抱えて笑う、あの、はい、トミーズのマサさんしか見えんかったもん、はい、そうですね、うん、まあ、でも今回は私もほんまにもう楽しんだろうという気持ちですね、うん、そのもちろん優勝もありますけど、うん、あんまり行くぞってなってたらやっぱ絶対かかってまうんで。なるほどね、はい、まあ、もういつも通りリラックスした状態で、うん、はい、あの一番楽しんだもん勝ちだろうという、はいはい、気持ちで行ってやろうと思ってます。なるほど、はい、僕はもう全員ぶちのめします。まあ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 、はい、でもかかるからな、かつのさん。いや、そうや、そうか。いや、はい、りーちゃんちょっと、はい、オーディションの時ちょっとまあまあ緊張しましたよ、うん、緊張してました、はい、緊張しましたよ、うん、だってあんま数少ないチャンスですから。まあね、ほんまに、はい、それで言うと、まずその上方漫才コンテスト、うん、今年の時の、はい、オーディションは俺も結構緊張して、はい、もちろんずっと緊張してるけどな、まあ、うんうん、あらわに、はい、まあ、でも緊張とかかるはちゃうじゃないですか。あ、まあな、はい、うん、だからかからんようにだけしたいなという、まあ、緊張は絶対するんで、うん、それなりにはやっぱ俺はもう、はい、ちょっとかからん程度の意気込んで、まあまあまあ、絶対優勝したいからな。まあそりゃそうですよ。ここはちょっと、はい、まあここ逃したら回っていけへんで、うん、うん、確かにね、しっかりちょっと準備して、うん、やっぱちょっと前回とは違う意気込み、はい、うん、楽しみでもあるけど、はい、うん、やっぱりちょっと勝ちたいという気持ちが強い。まあまあまあ、それはね、あ、まあ、勝ちたいはもちろんあるんで、うん、やっぱそれはみんなあるから、うん、まあ、その中で、うん、いかに伸び伸びと楽しめるかが勝負かなと私は思ってるんで、うん、まあ、僕らの漫才の形的にね、はい、そう、ほんまにそう、うん、他とはちゃうし、うん、異質やからもう、はい、ちょっと空気巻き込んで、出番とかまだ決まってへんけど、うん、まあそうですね、レジェンとかはね、はい、はい、何しかちょっとほんまに嬉しい、うん、やったりましょうね。そりゃそうよ、はい、俺もちょっとほんまに後付けになるけど、はい、俺はマジでこれにかけてて、はいはいはい、正直、はいはい、うんうん、M1 も同じ時期やけど、うん、M1 の3回戦と同じ日ですけど、うん、はい、でも俺ちょっとこっちの方が取りたい、うん、まあここまで来たら、うん、まあ、そりゃそうやし、うん、これも、うん、やっぱりそんなにいつまでも受け続けれるものではないですから、まあ、うん、そういうのもある、はい、あと10、まあね、6回ぐらい、はい、M1 もそうやけど、うん、10回以上出れるけどそんなもん出てられへん、はい、ほんで、私たち多分とかその NHK とか撮ってた方が絶対いいし、うん、その感じ的にもね、まあまあまあ、限られてるしね、 ABC、うん、YTV も出れへんしね、まあまあまあそうなんですけども、うん、その NHK っていうのはなんか私らっぽいし、そうですね、はい、だからそれはこれはもう取っときたいなっていう、せめて2回は絶対ネタしたいですし、うん、あ、まあそうやな、はい、ちょっとまあ、はい、ちょっと今回は、はい、しっかり優勝狙って、うん、そうですね、いやもうほんまこれは嬉しいな、よかったよかったよかったって感じですね、はい、これがちょっと、うん、あのね、まあ、あの発表と同時にこの動画出させてもらいましたけども、うん、はい、皆さんのね、うん、やっぱ応援も、うん、
いただきたいので。前回関西だけやったけど、はい、今回も、はい、全国でご覧いただけますから、はい、ご覧いただけます、うん、日曜日、はい、夕方、はい、4時ですね、はい、4時過ぎ、4時45分かな、うんうん、なので皆さんあのテレビの前でかじりついて応援していただきたいなと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、絶対に優勝しろ